国民民主党や社民党はそれぞれ党の幹部会議を開き、立憲民主党が提案した政党の合流について協議を始める方針を決めました。衆参一体となって、対応していくこと、そして、対等な立場で協議交渉していくこと、そして参議院における信頼醸成の努力をするということ、こういう3つの条件を前提にですね。国民民主党の玉木代表は所属議員を集め協議を始める考えを伝えました。出席者からは若手議員を中心に年内の合流を求める声が多くありましたが、一部からは合流そのものに反対する意見もあったということです。玉木代表は15日に地方議員から意見を聞いた上で協議を始める方針です。また社民党の又市党首は合流については全く白紙だとした上で、地方組織も含めて党内の意見集約を進める考えです。立憲民主党は年内の合流を目指していますが、国民・社民ともに慎重論も根強く、協議は難航が予想されます。